私の熱いアイドル活動、アイカツ始まります。今まさに新たなアイドルユニットコスモス、初めてのライブが始まろうとしています。詰めかけた満員の観客が待っているのはあの二人、大空あかりさん、そしてトップアイドル星宮いちごさんです。あかりちゃん、はい、この前言ったよね、あかりちゃんのスターライトクイーンカップのステージ、ずっと目が離せなかったって。あれ違うな、目が離せなかったのは最初からだ、初めての時からずっと。あの時からあかりちゃんは一生懸命でさ、ずっと吸い込まれるみたいに目が離せなくて今に至る。私最初からあかりちゃんのファンだったんだよ。だから一緒にコスモスをやれてすっごく嬉しい。星宮先輩、あかりちゃんへの誕生日プレゼントって作ったユニットだけど、私にとっても最高のプレゼントなんだよ。ありがとうございます、星宮先輩。最初の頃は想像もしなかったな、いちごとあかりが二人でステージに立つなんてさ。本当に穏やかじゃない、これってもう知らない未来の始まりなのかもな。そうだね、いちごにもランにも私にも。さあみんな準備はいいかい。ステージ、ステージ、さあ行くよ、あかり。はい、今はまだ想像してないことがきっとこの先たくさん待ってる。時を超えてきっと会えるその日まで頑張る約束、あと一つ急がなきゃ。ああ、間に合うかな、ギリギリだな。お疲れ様、間に合った。はい、お疲れ様です。
たち皆さん忙しいですもんね。なのにこんなに集まっちゃうなんて感動だぜ。じゃあ早速コスモスファーストライブ大成功。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。さあみんなで食べよう。出た、リンゴさんとライチ特製巨大ケーキドリブ。でかいな。ユリカ様が取り分けようじゃない。みなさん、デザートもあるのです。乙女がこのスターライトクイーンのお家に住んでいるとき、次のクイーンのサクラタに残しておいたのです。その存在に気づいた私は思いを引き継ぎやめ継ぎたし、あかりさんまで残したものの、今気になってやまぬのは賞味期限。うん、確かに。大丈夫です、私が舐めて新しいの足しときましたから。ああ、ありがとです。あ、今日一ノ瀬先輩は。そろそろよね。ユリカ、今着いたよ。イエス、カエデ寿司。ありがとうございます。あとユリカにはカエデ回転寿司で最近人気のこれ、ニンニクラーメン。カエデ血を吸うわよ。吸血鬼がそんなもの好きなはずないでしょ。大地よくパラシュートで持ってきたわね。確かに。まあ食べな。ここにいるみんなはユリカの好物知ってるし。まあありがたくいただかないこともなく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 ってよ。マイプレジャー、どういたしまして。それにしてもコスモスのライブすっごく良かったよね。ああ、ありがとう。最後までずっと吸い込まれた。あかりも堂々としてたよな。ありがとうございます、うん、スターライトクイーンの風格ね。うん、それにあかりちゃんが輝いてたのはきっと本当に嬉しかったからだよね。はい、二人でステージに立てるなんて今でも夢だったんじゃないかって思うくらい。お兄、夢じゃないよ。ん、ああいう時ってほっぺたをつねるもの。確かにです。それにまだまだ続くからね。はい、コスモス全国ツアーちょうど日程もらいました。わあ、いろんなところを回るんだね。来月から来年の春までか。うん、来年の春。春って言えばいよいよね。うん、あと半年なのです。ん、もしかしてイチゴ何かあるの。やっぱり来年の春といえばイチゴ、私たちスターライト学園卒業だよ。そういえば、うん、スターライト学園にとっても一つの節目になりそうね、星宮世代の卒業は。ええ、続いていくアイドル活動においては一つの通過点に過ぎませんが、大きな分かれ道でもある。じゃあね、じゃあね、おやすみなさい。またな、おやすみ。卒業か、私全然考えてなかったな。だと思った。仕事忙しいし、織姫学園長から話があった時も爆睡してたもんな。私たち卒業したらどうなるんだろう。アイドル活動は今まで通りスターライト学園がサポートしてくれる。寮からは出ていくことになるけど。そうなの？新しい生徒も入ってくるし。そっか、一緒に住む？それもいいかもな。けどその前にどうしていくかをしっかり考えないと。織姫学園長も言ってた、これからアイドルとしてどんな道を歩んでいきたいかを一人ずつ考えてほしいって。今はまだ知らない未来かもしれないってな。知らない未来、よく考えて見つけないと。それぞれ一人ずつね。でもさよならじゃないから。うん、おやすみ葵。
おやすみ。おやすみ、おやすみ、おやすみ。ん？今のうちにいっぱい言っとこっと。おやすみ。おやすみ、おやすみ、おやすみ、おやすみ。きっとさ、ん？アイドルじゃなくてもあるんだよ。ずっと友達のままだけど、それぞれが未来を考えなきゃいけないこと。うん、なんか大人っぽい。っていうか、大人になるってことなのかな。そうなのかも。私、葵と離れたらどうなっちゃうんだろう。ん？朝起きられなくなって、遅刻して忘れ物して、ご飯食べすぎてお腹痛くなって…起こしちゃった？ううん、おはよう。おはよう。おはよう、おはよう。おはよう。行ってくるね、ロケ。うん、行ってらっしゃい。行ってきます。いつからだっけ、一人で起きられるようになったの。私がアイドルとしてどうなりたいか。はーい。今日午前中オフって聞いたから。うん、ちょっと調べ物してたとこ。そっか。どうしたの？私はまだわからなくてさ、自分のこと。難しいよね、簡単には。ああ、でもわかるんだ。葵にはもう考えてる道があって、私が選ぶ道とはきっと違う。ラン、うん、調べて見通してちゃんと決めたら話そうと思ってたんだ。分かってる。言いたいのは、葵が決める道は私が応援する道だってこと。うん、ありがとうね。私も同じ気持ちだよ、ラン。ああ、ありがとう。早いものね、もう卒業なんて。みんな仕事で忙しいけれど、それぞれがしっかり真剣にこの先のことを考えてる。この季節になると学園の空気が変わるの。アイドルたちの眼差しもね。わかるな。アイドルの進む先は自分だけの問題じゃないもの。ええ、不安や関わってくださっている方々のことも考えないといけないけれど、何より難しいのは自分自身がその道を正しいと思えるかどうかね。これから先、未来のことに一つの正しい答えなんてない。一番大事なのは自分の心に正直に決めること。それにその決断を受け入れてくれるかけがえのない仲間がいるかどうか。お、いちご、ラン、聞いてほしいことがあるんだ。ああ、何でも聞くよ、いつでもね。ふふ、食欲もりもりなのです。朝からプリン。あれ、おはよう。みんな一緒なんて珍しいね。今日はこのメンバーでロケなんだ。今がいいね。ああ、みんなにね、話したいことがあるんだ。お、何なのです？私たちね、いっぱい話し合ってそれぞれの私たちのこれからのことを考えたんだ。それで私は卒業したら海外に行くことにしたの。え？そうなのですか。うん、なんでかっていうとね、私今までも後輩のみんなに授業をしてたでしょ。それで先生ってすごく素敵な仕事だと思ったんだ。輝く力はみんなが持ってる。それをどうしたら発揮できるかのお手伝いをするのが先生なんだよね。自分がこれまでやってきたことが後輩たちにつながっていくんだ。でももっと自信を持って教えられるようにしっかりした自分になりたい。
そのためにロサンゼルスの大学に留学するの。そうなのですね。私もう英語を教えてあげてるんだ。ホッタイもいじるな。 What time is it now? ね、発音そうグーだね。英語も少しずつ勉強してたんだ。じゃあ葵、アイドルは続けたいと思ってるけど、それゆえは一旦ユニットとしてお休みすることにした。織姫学園長も賛成してくれたんだ。うん、イチゴと私はそれぞれこっちで活動を続けるけど、ソレイユは三人でソレイユだから。発表は半年後だけど、道は決まってきたな。うん、私は歌もモデルも続けようと思ってるけど、もう一つ、お芝居を勉強しようと思う。モデルってさ、一瞬の世界を表現する仕事だと思うんだ。その一瞬に元気づけられたり、勇気づけられたって言ってくれる人たちがいる。おしゃれをして出かけたくなったとか、私みたいになりたいって言ってくれる子もいた。それってすごいことだよな。うん。それでもっと自分の表現を掘り下げてみたいって思ったんだ。簡単にできるもんじゃないとは分かってるけど。ランなら大丈夫。頑張るよ。それでいつか誰かが私を役者だって言ってくれたら、きっとその時役者になれる。そっか、私はまだ決められてないけど、頑張ることだけは決めてる。いちごらしいと思う。ああ、あ、今思ったんだけどね、葵はアメリカに行く、ランはお芝居も始める、今までより会えなくなるけど、それってさ、次に会う時がもっともっと楽しみになるよね。ああ、そうだね、絶対そう。それで約束しようよ、葵もランも私も、それぞれパワーアップして集まれる時になったら、また始めよう、新しい私たちのソレイユを。今日からツアー頑張ろう。おー、星宮先輩、なんだかいつもと違う感じがします。え、そう？はい、もしかしたらどんなアイドルになりたいか分かってきたからかな。私ね、葵とランとのこと考えてて思ったんだ。また会うのが楽しみになるようなアイドルになりたいって。また会うのが楽しみになるアイドル。見てくれるみんなが次に会う時を楽しみにして、それぞれのことを頑張れたら、元気になってくれたらいいなって。素敵です。このステージでも。はい、みんなの近くで、葵の近くで、蘭の近くで、ステージの上で、ステージの上から、離れても、いつでも、どんな時も、未来に笑顔をつないでいきたい。
時を超えてきっと会えるその日まで頑張る約束昨日の続きみたい手を振ったさりげなさで今は誰も気づかないの特別になっていく予感おしゃべりな私の夢目の前に忙しい
おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはようございます。ダメだ、これじゃ話にならん。でも新たに作るとなるとスケジュールが。それでもやるしかないんだよ、わかるだろ。そっか、あと半年くらいだよね、葵が LA にいるのも。そうですね、予定では。来月大学をちゃんと卒業できたら、春まではこっちのライブ制作の現場に入ってプロデューサーのアシスタントとして勉強させてもらおうと思ってます。それは面白そうだね。はい、すごく楽しみにしてます。とにかくまずは卒業しなきゃですけど、試験も論文もあるのでどうなるか。葵はやりきる。アメリカ行ってからも走ってるもん、ずっと。すごいよ。いえ、目の前のことに夢中になってるうちに3年半経っちゃっただけで。最初の頃水木さんに英会話付き合ってもらえたのがすごく生きてます。 I'm pleased to hear that. I'm truly grateful, 水木。And how can I be calm? いちごとランは元気？はい、元気です。二人ともそれぞれ来月本番で追い込んでるところですね。大丈夫か？動けないのかい？おいで。ほら、そう。少しずつでいいよ。ゆっくり。それでいい。ラン、今の足元に深い沼があるようなイメージで見せてくれ。はい。ランは何川先生の舞台に出るんです。それネットニュースで見たよ。何川先生演出で、しかも主演なんだよね。はい。ラン、すっごく気合い入ってるんじゃない？そうなんです。帰国のタイミングが合えば見に行きたいな。イチゴは？イチゴはソロのドームツアーが始まるんです。ソレイユが休止してからかなりライブやってるよね。ほんと、イチゴこそ走ってますね。また会うのが楽しみになるアイドルになるって。キクちゃん、トモヤちゃん、おはよう。おはようございます。おはようございますのデザインすっごく素敵だと思います。ひろこさん、ありがとうございます。よかった。みんなこのステージ見たらワクワクしてくれると思います、絶対。ですよね。はい、私もワクワクしてきちゃった。ダイヤモンドハッピーからのメドレーはここですよね。はい、カレンダーがあるまで。その後のオリジナルスターの間にトロッコでメインステージに戻る感じです。ってことは最初はここで。何かあったら何でも、間に合い的にはまだ全然いけるんで。はい、ちょっとここどうするか考えてきてもいいですか？もちろんです。ありがとうございます。じゃあお持ち帰り一丁。次行きましょうか。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ラン。はい。もっと壊していいから。はい。積み上げはもう十分だから踏み出して。勇気がいると思うけど。はい。
今日鍋にしようよ。いっぱい買ってきたよ。うん、おかえり。ただいま。あれ？ん？これもしかして鍋か？うん、いいでしょ。私も買ってきちゃったよ、鍋の材料。え、そうなの？次に取っとくか。それもいいけど。ん？いらっしゃい。こんばんは、ランさん。お久しぶりです。ああ、突然呼び出して悪いな、大地。え、嬉しいです。久しぶり。いらっしゃい。お姉ちゃん元気だった？元気元気。これお母さんから。何？うわ、すごい。ありがとな。連絡もらってからお母さんと急いで作ったんだ。お遅くなったわね。いらっしゃい。え、それ私も鍋、ちょうど材料買ったところだったのよ。ゆりかちゃん、いらっしゃい。お邪魔するわ。ゆりかさん、荷物冷蔵庫にしまっとくね。ありがとう。あ、ニンニクだらけ。ニンニク鍋作ろうとしてたの？それも入れちゃおう。久しぶり。いちごもランもおかわりない？ああ、ゆりかとは昨日ぶりね。昨日？美味しいケーキ出すお店があってさ、一緒にお茶してたんだ。相変わらず仲いいな。これパパから。ありがとう。すごい、エビでっかいな。ラン、エビなんとかって好きだったわね。エビポンな。これも入れちゃおう。じゃあいただきます。あ、トマト。ゆりか様おすすめの具材よ。これも明るい闇鍋だな。盛りだくさんでいい出汁出てる。エビ。ライチ、それ火通ってる？ Doesn't matter、 生でもいけるよ。うん、美味しいです。ライチって何歳になったんだっけ？私たちが22だから19です。初めて会った時はこんなだったのに。確かに。いやいやいや。時間が経つの早いな。お鍋ができるのも早いからどんどん食べてね。そこのお醤油回して。はい。うちのダディ最近何でも回したがるんだよね。今度は楓回転焼肉やるんだって。え、回りながら焼くの？回るの肉じゃないの？ That's right。自分で回ってるのは地球くらいでしょ。そっか。地球って言えばロサンゼルスは何時かな？今向こうは朝の5時半。葵寝たばっかりだな。吸血鬼並みに夜型じゃない。葵姉さん頑張ってるんだね。向こうの大学は宿題も卒業するのもすっごい大変だからね。うん、そうなんだよね。ずっと勉強してるもんな。うん。お腹いっぱいになってきた。じゃあ締めは雑炊で。食べきれるか？大丈夫、大地はいけるでしょ。まだいけます。私もいけるよ。そうだ、今度みんなで旅行行こうよ。いいねそれ。この前あかりがすみれちゃん、ひなきちゃんと旅行に行ったって言ってたんだ。私たちもどっか行こうよ。温泉は？いいじゃない、つからなくもなくってよ。あ、じゃあ乙女ちゃんにおすすめの温泉聞こうか。乙女ちゃんラブユー大使だもん。え、なにそれ。昨日ニュースになってたわよ。お湯、つまりお風呂を愛するラブユー大使になったって。それ温泉じゃなくて銭湯なんじゃない？あ、そうかも。シオンが最近スパにハマってるって言ってたの、乙女の影響か。私はさくらに勧められて日本酒にハマっちゃってる。温泉で日本酒最高ね。美味しいご飯も欲しい。
大地、大学の他には何してるのよ。うちでバイトしてます。ライチーイーツ。お弁当の配達な。それなら今度お願いしようかしら。ぜひぜひ。どこでも届けてくれるの？もちろん。たまに現場からも頼んでる。お姉ちゃんの注文、いつも量がすっごいの。もうこんな。だってみんなに食べてほしいし。一番食べたいのイチゴだろ。あったりうちのお弁当、現場で人気なんだよ。それはわかる。冷めても美味しいのよ。そうそう、それ大事な。お、どうしたの？え、何か言いたそう。ううん、別に何でもないんだけど、みんな仕事の話は全然しないんだなって思っただけ。しないって決めてるわけじゃないけど。したことないね、こういう時。しないな。するわけないでしょ。ゆりか、始まったな。始まった仕事の話なんてしないのよ。ゆりかさん、結構酔ってます？ So drunk。 酔ってる。わかる？いろいろあるのよ、大人には。大人？大人か。大人よ。来月12月ってすっごいいろいろあるでしょ。お姉ちゃんはドームツアー始まるし。うん。ランさんは何川さんのすごい舞台があって、葵姉さんは大学の卒業試験と論文があって。いろいろあるの。飲む？僕19です。飲んじゃダメじゃない。だから飲んでませんもう帰るなんて血を吸うわよ。いいよいいよ、吸って、うん、下にもタクシー呼んである。 Thank you。 ゆりかは私が責任持って棺桶に入れるから。大人の吸血鬼に門限はないの。ライチもちゃんと実家に送ってく。ありがとう。またね。気をつけてな。 See ya。 行こう、ゆりかさん、うん、じゃあね。楽しかったな。はい、乗って。ゆりかんち、ライチんち、うちの順番ね。うん。食べ過ぎちゃったかな、お腹いっぱい。僕もです。今度は焼肉にしよう。大丈夫？大丈夫なのよ、仕事のことは話さなくたって。みんなそれぞれどこに立ってたって現場のみんなが迷わないように。時間が経つのも普段のことも忘れて、楽しんで感動してもらえたら、きっとまた会うのを楽しみに。それまでを頑張ってもらえるよね。何があってもどんな時も僕らは共に生きてきた。そうだろ？これからだってそうさ。僕はいつもそばにいる。君の胸の中に。もっと壊していい。これを。まだ起きてたんだ。うん。ありがとう。
乾杯。おいしい。ランがバーテンダーの役やってくれてよかった。これもまたアイカツだな。あの舞台もう2年前だけど、覚えてるもんだな、あんだけやると。すごいな、役のために。本職で役者やってきたわけじゃないからさ、私は一つ一つ積み上げていくしかないって。でも今また変わる時だ。私ももっともっともっとって思ってる。うん、難しいし、わからないことばっかりだし、うまくいくって決まってることなんてないけど。間違いないことはあるよな。うん、ここまでは来られた。あの日だって言ってくれたよな。時を超えてきっと会えるその日まで頑張る約束。昨日の続きみたい、手を振ったさりげなさで、今は誰も気づかないの、特別になっていく予感。おしゃべりな私の夢、目の前に忙しい
か。いくらなんでも取りすぎじゃないか。取りすぎなんてことはないのです。卒業まであと1ヶ月しかないんですから。ありがとうね。今はいっぱい取る時期なのです。だってもうすぐあの門をくぐることもなくなるのですから。そうなんだよね。悲しくなんてありません。卒業はラブユーなのです。乙女ちゃん、なんだかわかるな。私もだな。普段見てる当たり前の景色にさ、うん、いっぱい詰まってる。見えてくるよね。そこに今までもずっとあったはずの思い出が。新曲のことそろそろ決めないとね。カノンさん待ってくれてるもんな。なんだろうね、今私たちが歌で伝えたいこと。わお、これもそうくん。あ、いちごたん。うわあ、ライブで使う写真か。懐かしいな。うん、あるの全部集めてるんだけど、思い出がありすぎて選べなくもなくもなくも選べなくってよ。全部ラブユーです。本当だね。一枚ずつの思い出を話してたら卒業ライブもとっくに終わって何年か経っちゃうんじゃないかしら。それ話しすぎだけど、そうだな。こんな気持ち初めてです。懐かしいし、ちょっとだけ寂しいし、未来を考えるとドキドキするのです。きっとみんな一緒の気持ちだね。うん、これあ、合格発表の時撮っててくれたんだね。この頃の私たちにスタジアムでライブするよって言ったらどんな顔するかな。こんな顔。すごく緊張してただろうな。ええ、今だって緊張はあるけど、あの頃とは全然違います。いろんなことをやってきたもんね。うん、一つ一つな。そうだよね。うん、みんな一つ一つが今の勇気になってるのかも。ねえ葵、ラン、ソレイユの新曲なんだけど見つかったよね。ああ、今歌いたいこと。卒業ライブの準備順調に進んでいるようです。楽しみね。ええ、いつからかしら楽しみな気持ちの方が大きくなった。うまくいくかどうかの気配りや心配よりもね。みんな成長しました。今は楽しみな気持ちだけ。このスターライト学園で青春を過ごしたあの子たちが今どんなステージを見せてくれるのか。スターライト学園の卒業ライブが間もなく開演します。今日は人気ユニットソレイユの活動休止前最後のステージということもあり、スターライト学園の生徒としてステージに立つのはこれで最後。最高のステージにして何より思いっきり楽しもう。見に来てくれるみんなと一緒に行くよ。いつでも熱く。はい、それは瞬く星の光。小さく強くて時に心を照らしてくれる。そんな光が遠い空から届くように。今まで培ってきた私たちの光があなたの心に届きますように。そう、私たちがみんなへの、そしてみんなが私たちにとってのスターライト。作るからね。
まだまだ、もっともっと盛り上がっていきましょう。みんな、そんなものなの。今日は最後まで、よろしく。先輩の皆さん、卒業おめでとうございます。私たちが入学した頃は、先輩たちがスターライト学園からいなくなっちゃうなんて想像もしていませんでした。私は星宮先輩がいなければ今ここに立っていません。星宮先輩はすっごく輝いてて、一日中ずっといちごちゃんのことを考えちゃうくらい憧れで、アイドルになってからもずっと引っ張ってくれて、一緒に特訓をしてくれた日のこと、私は一生忘れません。一緒にいない時でも先輩たちから受け取ったものはたくさんあって、それが前に進む力になっています。どこにでも飛び出していける勇気をもらいました。かけがえのない大切な気持ちを。先輩たちみたいに卒業してもアイドルとしての旅をずっと続けていけるように、私たちも新しい気持ちで前に進みたいと思います。では聞いてください。トラベルリボン。ドキドキは最強のパスタ。どこでも飛び込んでみるパスタ。初めてに何度でも感動したいって思うんだ。一番素敵なキャリーケースはどれよりも名前の書いてない、そのハート。お天気が雨でも夢ってウォータープルー。地図、シャツ、水着いる。トラベルイブ、ポケットにチョコレート、オーロラ、砂漠もひとっ飛び。空、未来、気分次第、まだまだウェーバー。旅は決めた時からもう始まる。本当、あっという間だったな。今日だけじゃなくて、ここに来るまで、スターライトでの日々も今思えばあっという間でした。最初の頃ほどさ、なんだかできてるつもりだったとこもあって、けど本当は何にもできなかった私が今ここに立てているのは、支えてくれた皆さんのおかげです。織姫学園長、ジョニー先生、デザイナーさん、関わってくれたスタッフの皆さん、私たちの道を一緒に作ってくれて、私たちを輝かせてくれてありがとうございました。そして水木さん、先輩たち、私たちの道しるべになってくれてありがとうございました。何よりも私たちを見つめて応援して、あったかい思いを持ってくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。
卒業って新しい始まりで、私はこれから今はまだ知らないことをたくさんやっていくと思います。どうなるかはわからないけれど、きっと大丈夫かなって。根拠なんてないようで、あるかもしれない。だから楽しみにしていてください。本当にありがとうございました。今日は本当にありがとうございます。今日のこのステージでソレイユは活動を休止します。私が留学を決めたことがきっかけです。ソレイユの活動を楽しみにしていてくれる皆さんにもいろんな思いを抱かせてしまったと思います。だからこそ絶対パワーアップして新しい私になる。何があってもそうするって決めています。またいつかスターライト学園で見つけた光をみんなに届けられるように、みんなが前に進むきっかけになれるように、そんな未来を見せられる、もっと強い光を放つ私になれるように、しっかり前に進んでいきます。今日は本当にどうもありがとうございました。お礼を言い切れない人たちがたくさんいます。私たちのアイドル活動、アイカツは最高に楽しかった。うまくできないことだっていっぱいあったのにね。そんなことをみんなで話したりして気づいたんです。今までやってきたことの一つ一つが今の勇気になってるんだなって。未来の私が、私たちがスターライトにいた私たちを振り返ったら、きっと見守って支えてくれる。きっとこういうのって私たちだけじゃないと思います。私たちにいろんなことがあったみたいにみんなにもあったよね。嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこともいろんな出来事があったはず。何があったかはみんな違うけど、同じことがある。私も、私たちも、君もそれぞれ前に進んできて今ここまで来られたってこと。君はとっても頑張ってきたと思う。ここまで頑張って来られたんだから、この先だってきっと大丈夫。私も、それぞれの道を進むスターライトの仲間たちも、君も、離れていてもどんな場所に立っていても前を向けるはず。だからみんな、これからも一緒に歩いていこうね。ずっと、いつまでも。そんな気持ちをソレイユの新曲に込めました。私は未来の、これから先の私を支えられるように、今をもっと一日一日頑張っていこうと思います。離れていてもずっと一緒に、一緒に行こうな。聞いてください、マイスターウェイ。時は超えてきっと会えるその日まで、頑張る約束。昨日の続きみたい、手を振ったさりげなさで、今は誰も気づかないの、特別になっていく予感。おしゃべりな私の夢、目の前に
いつでも熱く新しい私たちで。記憶と出会って迷い込む時間。